ちは。前回はネクロードを倒してまた本拠地に戻ってきました。なんかある程度人段落してまた次何か始まるんですかねってところです。はい、あー、流浪騎士団を仲間に引き入れれば大きな戦力となりましょう。今度竜か。我らの努力勢力日増しに大きくなっていますぞ。流浪騎士団よしは。よーリーダー、次はどうするんだい。マッシュ、無事にお戻りになられましたか。遠くからサンチェスが。軍を使わずにロリマー地方を解放できたのは非常に大きかったと思います。そうだね、そう言われると。霞の情報では北方の守備を引き継いだカシムハジルが軍勢を整えているようです。あー、帝国軍の兵力はカシムハジルがほぼ8000。水上砦で、あ、これ間違えて言ったとこだ。シャサラザードに6000、帝国本土に兵力1万ほどです。結構ある結構ある。今の兵力ではカシムハジルの軍勢を相手にするので精一杯だな。ここは各地の反乱勢力を一つに集めなければ太刀打ちできないだろう。西方にある流動騎士団領の騎士団長ヨシュアとは窮地の中です。ハンフリーがめっちゃ喋ってるよハンフリーそんなに仲いいんだ。流動騎士団を仲間につけるつもりなら同行するが。ハンフリー流動騎士団は帝国のもとに入らずこれまで中立を保ってきました。彼らを味方にできれば一気に情勢を挽回できます。強そうだしね。ただ流騎士たち、特に騎士団長ヨシュアは誇り高い男です。彼らを味方にするにはレオ様自らが出向く必要があるかと。お、行くのなら俺も一緒に行くぜ。戦士の村来なかったのにお前なんでいきなり行くって言うんだよ会ってみよう、竜騎士たちに会ってみよう。プチとかとも会えるかな。うむ、騎士団領は旧ビールブランシェ、今は何かと思った解放された安定の町の、あ、はいはい、北西にありました。そういえばフリック久しぶりよろしく。ハンフリーよろしく。やべ、またイスレンジもあったよこれマジかよまあいいけど、嬉しいけど、フリックお願いね、よろしく。おいおいおい、そうか、よろしくお願いします。でもおーい、ではでは、今日はですね、最初に仲間集めをしていこうと思います。ちょっと準備だけしますね。あ、仲間回収する前に前回手に入れた絵の具とか、あの音セット、窓セットの、もともと持ってた窓セットとか先にちょっと使っていこうと思います早見つかるといいな。おー、ヴィクトールが出てきた。あと何個ぐらいなんだろう、3個ぐらいあんのかな。だいぶ出来上がってきましたね。よしよし、上がってきました。まず元から持ってた窓セットウィンドウを変更する。あ、あ、すごいのが出てきたぞ変える、やば、これ勝手に戻っちゃったな。やば、これミルイヒじゃん。これにしよう、キモ色はいっか。すごいのになってよミルイヒ。あーい、話しかけちゃった。まあいいか、この曲がいいよね。んで、何の子よ鼻枠やばいな。これが声、声ね、結構良かったです。これ結構お気に入りかもしれん。で、ノーマル、下がアニマルだって。ん？これにする。アニマルにします。
音鳴ってる？待って、すいません、ちょっと音が確認できないんですけどもどういうことでしょうか。音なしになっちゃいました。なんで？ねえ、なるよな。なるようになった。あ、よかったよかった。アニマルにしよう。これにします、これにします。あ、よかった。にゃーとか言うわ。あー、よかったよかった。はい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 。なるようになりました。よかったよかった。じゃあ仲間集めの旅に出かけましょう。さて、庭園に。たどり着きました。どこだったっけ。レベルがさ、いくつ以上だと仲間になってやるぜみたいな人いたい。あの人だ。おごついな。エイキーだ。武術の腕なら確かだぜ。ただし俺は強いやつしか認めない。お前は強いか。おお強いな。あんたになら俺の強さを預けられる。そんな相手を待っていたんだ。解放軍に参加させてくれ。おお仲間にする。よろしく頼む。エイキー、おー、スキンヘッドがどんどん増えていくぞ。よっしゃ、次行こう。あとこれですね、ガランのこれも人数だっけ。これオイラはクインシー、今は狩人をしているけどそのうちに成り上がってやるさ。誘う。よし、なったぜ。あっ、俺は解放軍の勝ちにかけるぜ。よろしくな。来た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 。クインシー入りました。だいぶじゃあ仲間集まってんだな今。よし、じゃあ次に行きましょう。はい、コボルトの村に着きました。ここワープじゃ来れないんですね。わざわざちょっとエルフのところから歩いてきたんですけど、あ、ここはいいんだ。ゴンの家だ。あー、でも使いたいな早く。しばらくまたダメだな。フリックとあれいるから。あ、そう、これこれこれ。キルキスのレベルを上げてきたので、ヌビ。キルキスか。これ前も話したら同じかな。エルフが人間に手を貸す？エルフだ、人間だ。そんなことは関係ない。この大地に生まれたものに違いはない。僕はそう思う。だから僕は復讐のためだけ、ためではなく、みんなのために、仲間のために。キルキス、俺が村を出た時にはあんなに幼かったお前がいつしか俺をも超えていたようだな。お、認めてくれるのかな。お、キルキス、俺はお前の力になろう。解放軍のために。ありがとうございます。ルビー、やったー。強そうだよねあの人。一匹30ポッチだよこの会話好きなんだよな。よし、あとまだ行ける人いるかな。間違い探しみたいになってますけど、いるいるいる。ちょっと多分ここまでっぽいので、とりあえず本拠地に戻ってきてます。はい、というわけでフィンシー、この城も結構いいね。僕の家のあるあの森ほどじゃないけど。あの森？どこだろう？と？並んでる。強さこそが真実、他に信じるに足るものはない。あれ？ルビーもここにいると思ったけど、いないな。ちょっと待ってフリックの部屋にぎやかになっちゃったんだけどちょっと聞いてよ。ヒックスったらちょっとも剣の腕が上がらないのよ
狭いところに。やっぱり僕は戦いに向かないんじゃないかな。いやでも仲いいさ、故郷の人がね、出てくれてよかったよ。あ、いたいた。あれ、かすみちゃんも出かけてる。クリもいなかったんだよね、さっき。仲間というのもいいものかもな。そうだよ、そうだよ。てな感じですかね。では、準備をして向かおうと思います。はい、整えてきました。今回、今せっかくキルキス入れてるので、このメンバーにしました。入る。こんな感じです。かわいい。シルミナがめちゃめちゃかわいいんですけど。というわけで、必須のフリック・ハンフリープラスエルフの3人にしました。キルキス、なんか普通の男の子っぽく見える。シルミナかわいいよ。このなんかさ、この3人結構好きなんですけど、何が好きかっていうと、なんていうの？こう、キルキスとさ、シルミナはやっぱり恋人同士だから話すじゃないですか。で、スタリオンがさ、毎回それに入っていくんだけど、俺がみたいな感じで、全くさ、キルキスのシルビナもさ、私、多分記憶の限り、返事してないと思うんですよね。全く無視するっていう。確か多分そんな感じだった気がするんですけど、なんか悪いんかなーってちょっと思いながら、はい。なので、まあ、久々にエルフたちを入れていこうと思います。ルビーも入れたかったんですけど、いかんせんちょっと入らなくてってところで、はい。ちょっとこの3人でいきます。絶対ちょっとキャラクター使い切れない気がしてきました。はーい。で、前回のネクロードの城で手に入れたものがあるので、それを置きましょう。置く。これ、青龍の壺っていうなんか良さげな、ツボでした。置こうか。ほい。おー。失敗のツボがそろそろちょっと邪魔になってくる感じですかね。いい感じ、いい感じ。いいですね。口ひどツボ結構可愛い気がするんだけどな。左上のやつ。よし、じゃあ行きましょう。出る。流動だからあそこですよね。さて、久々に来ました。ここの北西って言ってたよね。あっちか。スタリオンいるから超早いぜ。こっちだな。ここだ。入ってみ、入ってみよう。流動、誰かいるよ。すごいとこだ。これなんだろう。ここの奥に行くんだ。ここから先、皇帝陛下より許された流動騎士団の領地なり。皇帝陛下、いかなるものであろうと入ることまかりならん。私は元帝国軍国人隊長ハンフリー・ミンツ、流動騎士団長ヨシア殿に取り次ぎをお願いしたい。たとえ皇帝陛下であろうと入れるなというのが騎士団長よりの命令だ。ああ、これはこれは、皇帝陛下でもダメってのは随分と厳しいな。とにかく帰るんだ。どう思う？俺は何かあったんじゃないかと思うの。少し情報集めてみよう。何かわかるかもしれない。ここから一番近いのはなんとなんての町だ。ダメなんだって。で、町に戻りますか。戻ろう。街に戻っ
ってきましたよ。いや、なんか明らかにいるんですけど、何があったんですかね。なんだよあんた、このインチキ野郎の仲間か。何インチキ野郎って、あなたは。やばい、この曲食い逃げのくせにシダを切る気か。不定野郎だ、バンサンドブールそれは違いますよ。これだから庶民は困るな。食い逃げ、また私はしばらく仮にしといてあげますと言ってるんです窓枠これにしといてよかったですこの私、帝国貴族バンサンドブールに貸しを作ることができるんです。もう少し喜んでください。ナルシー3枠目来ましたねまだそんな口を聞くか。貴族様だって言うんなら飯代ぐらい払えるだろう。もうそれを言われると心苦しくなります。私も持ち合わせがあればいくらでも払ってあげるのですが、あいにく先ほど恵まれない子供に全てあげてしまったところなんでね。やっぱり貴族だなんていうのは口から出まかせだな。おい、何をしてるの。フリック絡まなくていいよ、こういうのうるせえな、あっちに。あ、これは解放軍のリーダーレオ様じゃないですか。レオ、これはテオ・マクドール殿のご子息レオ・マクドール殿では。お、知ってるんですか私のこと。私はこの帝国内を留学中の帝国貴族バンサンドブールであります。以後お見知りおきを。留学中、これは丁寧にどうも。うさんくさいやつだな。え、これは丁寧にどうも。いえいえ、お互い高貴な出身、仲良くしようじゃありませんかつきましてはレオ殿、少しばかり金を貸していただきたい。この男は私を疑っているようでお金、私はこれから流動騎士団のヨシアを訪ねようと思っています。そういうわけで急いでいるのでこれにて失礼させてもらいます。お、待て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 、あ、ちょっと、なんだ、あいつ確か流動騎士団のところへ行くって言ってたな。ところでどなたが飯代を払っていただけるのですか来た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 。ちょっとこれあると思って、メモにあったんで、お金をかなり今少なくして、来てます。はい。30何ポッチしかないと思うんですけど。はい。え？フリックちょっとお小遣いからあ、そういうこと、払えないとこうなるってこと。あー、なんで俺たちがあいつのために皿洗いをしなくちゃならないんだしかフリック、フリックメインでちょっとやってるよなてかフリックしかやってないわ、まったくだ。しかしあのインチキ男、流動騎士団のところへ行くと言ってたな。いくら39だったなんちゅうイベントだよ。いや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 、よし、じゃあちょっと行ってみますか、もう一回。でもよく考えればビール・ブランシアという名前も良かったかな。そうだよな、そうだよな、私も結構気に入ってるんだよ。よし、じゃあ行こう。やっとこれで戦えれば。ちょっと逃げてたんだよね、ずっとお、ヒイラギマスターだ。ボーイにしとくか。フリック、あ、でもいっか、これは戦っちゃおう。あ、でも次戦うか分かんないもんね。ボーイよ、ボーイよ、ごめんね。で、一緒にがあって、あ、いっぱいあるんだけど。あ、この二人で、この二人でってこと。あ、組み合わせがあるんだ、これ。へぇー。じゃ、この、なんか、二人な、で、エルフ攻撃が三人か。おー、反射攻撃やってもらおう。防御。二人でじゃあ。へぇー、すごい。アンバランスか。じゃ、ルビー入れるとまたあれかな。誰かとできるんだろうか。
色。あいつのマントすごいな。しつこい人ですね。ダメなものはダメなのです。もうなんてことを言うんですか。私はあなたのことを思って言ってるんです。このバンさんはヨシアの特別な友人なのです。それを追い返したとなればただでは済みませんよ。あなた新人ですね。今なら許してあげますよ。強気だな。私はここを任されてからすでに5年が経ってます。おお、そうでした。この前ここを訪れたのは5年と1ヶ月前でした。いい加減にしないと許さないぞ、この嘘つきめ。母またやってるぜ。これはこれは心の友。やばい、仲良くなってる。レオ殿じゃないですか。あなたも騎士団に用があって。それなら無駄なようですよ。この石頭の門番が相手では拉致が明きません。しかし我々はヨシアに会わねば。おや、どこかで見たと思えば帝国兵。よく知ってんの。でもその名を轟かせていたハンフリーじゃないですか。あなたまで解放軍に。レオ殿、心の友よ。いいことを教えてあげます。ついてきてください。おい、懐かしいな。私は小さい頃よくこの騎士団寮に遊びに来ていたのです。だからここのことをよく知っています。レオ殿、ここを見てください。この岩の裏から中に入れるようになってます。子供の頃はよくここで遊んだものです。すこ、ここから騎士団寮の中へ。正解です。あなた庶民の割には頭がいいですね。フリック怒んないでね。むおい貴族野郎、それを知ってるならなんでお前はこっから中に入らない。のんのんのん、それは愚かな質問です。私のような貴族はこそこそしたことはしないのです。いい加減にしろ。おお、レオ心の友、あなたは信じてくれますよね。ああよかった。あなたにまで疑われたら私はどうしようかと思いました。では気をつけてください。中は結構危ないですから。はい、ありがとうございます。のんのんのん、ダメですよ。私に頼っても。これも友情というものです。どうやらこの奥から行けるみたいです。はい。なんなんマジで。どうしようかな。ここまでやるか。いや、ここでちょっと終わりにしまそうか。はい、先が長そうな気がするので、ちょっと今日ここで謎の貴族に助けられたとこで終わりにしようと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。はい、今回ちょっと短い気がしたので200ポッチ以上持ってるバージョンもと思いまして、はい、もう一回やります。マジで何なんだろうこの人。なんでこんな偉そうなんだろう。しかも飯代もさ200ポッチ以上だからさ、多分200ポッチなんですよ。本当に200ポッチなんですよ。それを払えないというさ。話しかけちゃうのもなんか笑ってしまう。おーい、うさんくさいやつだな。もうあなたまで私を疑うつもりですか。悲しい世の中ですね。人を信じることができないなんて。このバンさん深く傷つきました。絶対傷ついてない。ついてはこの傷を癒すために私の代わりにこの男に金を払ってやってください。偉そうだな。私はこれから流動騎士団のヨシアを訪ねようと思っているのです。そういうわけで急いでいるのでこれにて失礼させてもらいます。おいところでどなたが飯代を払っていただけるのですか。え、で200ポッチ取られたか。毎度あり。し
スカス、あのインチキ男。あ、全然でも気にしてないね。まあ、200ポッチだもんね。すぐ稼げるしな。普通に払ってあげる。優しいな。どんだけ優しいのよ解放軍。で、こんな感じになるっぽいです。では今日はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。